はるまる。はるまるです。皆様こちら知っておられますか。じゃーん、ペヤング。ちょー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 ペタマックスでございます。イエーイ。比較するとこんな感じ。一人前のペヤング、こいつが巷で有名なペタマックスでございます。すぐに売り切れてしまって、なんとか手に入れることができました。これを制限時間60分以内に一般女性が食べると、どのぐらい食べられるのか検証していきたいと思います。ただこれね、絶対一人で食べちゃいけないって言ってるので、私は一人で食べないことをちゃんと守ります。というわけで、今日は天の声さんを呼んでいますので、今日は2人で制限60分チャレンジをしていきたいと思います。どうぞお楽しみに。というわけで天の声さん来ました。今日は60分間チャレンジということで、どれだけ食べれるかやってみたいと思います。ハルマルさん一人で来るんですか。絶対に一人で食べないでくださいって書いてるもん。思うっすね、書いてますね。だから私は一人で食べないことにしました。はるまるさんと一人で食べるでしょ。私のこと知ってるよね。 YouTuber の鏡やったらこれ一人で食べますよね。レッツクッキング。それでこの大きさでね、3分でできるんだって。一緒やった。手にもでかい。よくよく言うと 7.3 人前らしい。まあ7人ちょいなんですね。ちゃんとお腹は空かしたんですか。なんで何も言わないんですか。深い火薬がね、2個入ってます。ソース、ソース2個ずつですね。全部ちょっとでかいね。これが4個入ってる。4個入ってます。お、作ります。私たちお相撲さんかなんか。これ見た瞬間にもうお腹いっぱいなんだけど。ちゃんとお腹空かしたんですか。なんで何も言わないんですか。昼ですね、くら寿司行ってた。はい、くら寿司やったらね、ちょっと抑えることできるんで。全然お腹空いてますよね。普通に食べてた。何皿食ったんですか。6、7皿ぐらい。で今お腹の調子は。あ、でもお腹すいたなとは思っている。お前ですか。うん。ジョヤいい感じでしょ。思いますか。うん、イエーイ。今回分かりやすいようにこんなものを用意しました。一人前のペヤングの空き箱。ちゃんとこれ2つあるから。おお、これでさ、自分何回食べたことで何人前食べたか分かるでしょ。ああ、なるほど、はい、1人前入れるってことですね。そう、1人前ずつ入れて、お、食べ切ってから入れるっていうことをしてください。なるほど。味変は OK です。マヨネーズ、ブルタックソースとか唐辛子とか、トリボーズさんからもらった秘伝の唐辛子とか。はい、では60分チャレンジ、手を合わせてください。いただきます。いただきます。入れてからいただきます、すればよかった。そんなもんでしょう。そんなもんじゃないですか。おお。一個はね、一個分もまあまあまあ、はい、余裕そう。一個余裕って言ってくれないと、お腹いっぱいじゃないって言いながら、それ食い続けたらなくなると思います。最高かな。お、2杯目。2杯目いきます。かけすぎたかも。あっか。あっか。もともと赤かったみたいになってるじゃないですか、麺が。
2杯目お。どうですか、お腹の調子は。まだまだまだ大丈夫な。お、減ってます。いや、分からん。頑張れ天の声。いやいや、はるまるさんも来るんです。何人ごとみたいな言い方してるんですか。もう私食べませんよみたいな言い方して。マヨネーズ使いますね。どうぞ。まだめっちゃ残ってる。いい箱ちょっとしか食ってないですよまだ。どうしたんですか。止まってしまった体が、はい、やめときって言ってる。何ですか。優しい声でやめときって言ってる。いや食えって。もう一人のハルマルでちょっと食えって言っといてください。もう一人のハルマルおらんもん。おらんの。なんか悪魔と天使みたいないないんですか。言うやん、はい、私悪魔でも天使でもないやつがおんねん。どういうこと。悪魔でも天使でもないやつがおる。どういうことですか。なんかそいつが一人二役をやってる感じ。あ、目に見えて減ったよ。確かに、まあ、半分チョイスですね。おお、ハルマンさんもそれを食い切ったら半分チョイス。はあ、はあじゃない、はあじゃない。味に飽きてしまうな。あー、やっぱ味か。これは頑張って食べます。え、3杯目も。3杯目は、はい、何か遠いところに行ってしまう気がします。遠いところか。遠いところに行ってしまう気がします。まあまあ僕も来ましたよ、ね。なんかもう無理。何ですか。いいよ、だからこれは。うわ。別にこんだけ食べれましたにしたい。うん、私も頑張らなきゃいけないけど、とっかく体が拒否してる。体が言うことを聞かない。天の声どっか行っちゃった。これは食べきるじゃないのね、天ちゃん。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 食べきるのが目的ではない。何が目的なんですか。じゃあどれぐらい食べれるかな、どんぐらいまで、限界ぐらいまで食べれるのかなっていうチャレンジ、はい、限界まで食うでしょ。じゃあもう限界決め。まっちょろいこと言ってダメやな。おお。は。どうですか。当たり前のことを言い出した。食べた。五杯と七杯。じゃあこれは検査の結果1箱分ぐらい残ったので8人前ぐらいありそうです。現状の結果になった。60分間チャレンジだったけど、はい、45分でもう限界が来てもう食べれないってなったと。で15分はフリータイムってことですかね。はい、というわけで10分間チャレンジだったんですが、はい、45分で結
構お腹いっぱいになって、もう難しくなって、これ以上はドクターストップということでやめました。ドクターストップ、はい。天の声5杯、はい、はるまる2杯、はい、合計7杯、はい、あのチャレンジで食べることができました。約1箱分ぐらい残ったので、はい、約8人前ぐらいはこちらのペヤングありそうです。おお、なので皆さん8人ほどでこちらをパーティーでワイワイガヤガヤと食べてくださいませ。下からのご飯になりますので、ちゃんと最後まで完食しますので、ご安心くださいませ。完食しないのかよ、でもよかったぜって思う人はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。お疲れまーす。 なんで僕のコメントをちょっと待ったんですか。なんか言うかなと思ってまああとね、バイ、当分焼きそばはいらん、じゃあいただこうかな。ええー